東の日本連邦、西の日本合衆国、幕末の混乱によって日本は東西二つに分かれ、その歴史を刻んできた物語は二つの国の中立地帯として生まれた森の特別区から始まる。東部カイト、それが彼に与えられた名前。森の特別区に赴き、名門天使堂学院の学院生として生活せよ。それが彼に与えられた使命。森の町を踏んだ彼は、海に面した美しい町を歩き、坂道を登りながら最後に目指したのは、二つの日本が休戦協定を結んだ記念碑のある公園だった。その公園の一角にある花畑で、彼は一人の少女と出会う。屈託ない笑顔を向けて名前を問う少女。彼は何気なく、ごく自然に真実を口にする。彼は気づかない。このたった一言が彼の数奇な運命を終わらせたことに、彼の新たな人生が始まったことに。ジャンプオブシュガー最新作ハローグッドバイ。動作環境は Windows XP、Vista、7対応です。皆さん、期待してください。素敵なことだと思うの。過ちの原因が。